こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、後攻あなた。8小節4本、レディーファイ。俺の頭の CPU とお前のさ CPU、 どっちが響く？俺ベテラン、お前は新人くん。俺のライムで妊娠中みたいになってる、うちはいたちみたいな近日。自分を信じる、そして真にたどり着く真のライマーはこっち。うるせえ、メッセージ性え変しねえ、俺のが絶対危険よ。だからさ、他のやつの意見なんて無視して眉間にしわ寄せて幸せになってやるが、頭を使いっぱなしのこのノリ、君がなノリミー、まるで USJ、 俺の言葉でぶっ飛べ。ドラムの音合わせて跳ねたもんだけ、俺が上に上がるって話したから、上くだらないのは全部くだ、全部詰めてやるぜパッケージ。冒険しながらボケットしてるやつ、ポケモンみたいに俺のポケットに収まっちまう。俺の言葉はそれよりよっぽどでかいぜ。お前のスキルは確かだな、それ確かめるための実験室。だがお前のスキルはちっちゃいビル、あ、いてえやついるって思われちまうよ観察者。俺の方がさ感覚派、もっと頑張るか。短冊は願い事かけてもお前は叶わない。こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、後攻あなた。8小節4本、レディーファイ。ビート愉快なスキルはクラッカー、お前は日陰で一生暮らしな。ここの二人が交わった、マジになった二人勝ちがあった。どっちにな、もちろんさこっちだけ。お前のラップはどっちだけ。お前ないように儲けはねえ、忖度ねばすで五択はける。おい、大概にしろよ互角なんて。俺はマイクで500万円は言うに超えてくぜ。すぐ気持ちよく乗ってく、君がラップどれぐらいかわからないけど、おっとの乗せ方ここでグだったけども、先行玉遠慮はなくぶつぶつは。おいおい、そんな俺のミスも気持ちよくつけない。ラップの素人みたいなラップは全く問題外。お前の顔はそうだな、ヒロアカダビダンスの時の轟エンジみたいな顔してる。つまり悲壮なエンデバー、俺の勝利に決まってた。お前それ誰の言葉、誰を演じた、幼稚園児じゃんか。
よ、俺はさ平和を祈るボブディランみたい。そして国技館まで繋いでく。誰かの特技か違う得意技、胸を張って。よ、これはさ捨て身じゃねえ、捨て間じゃねえ、ステータスが高いだけ。こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、後攻あなた、8小節4本、レディーファイ。あんたの番はスキップしてもいい。ビートでどうせスリップ。思考が甘いクリーム。それじゃホチキス、誰の心も射止められない。フリーフォールみたいストンと落ちる。俺はみんなに涙を流す。ここで立つ、因縁の試合行ってとこついて勝利をいただく。いいじゃん、うまいラップならばお互いさスピードアップさせてこうぜ。インとフロー、どっちも魅力的に魅惑的。これは禁断の果実、三日芝居ならすぐさま発明。ここ勝つ、まるでエジソン、カワトソン、ニュートンのリンゴのように。恋に落とさせるよ物理学。救いなくお前は奮いなく。お前が得意ねみたいな顔してるけども、モルヒネを入れた方がいいぐらい。快楽じゃなくて痛みを与えるエンドルフィン。ここで戦闘機バリに突っ込んでる、遠慮はしない。先行からこだまする富士山の上の山びこのようなサイズ感と感動で悲壮だった。いいな、あんたも吐いてる瞬間の陰けど、お前から全部奪う軍艦通り。軍艦通りの習性は餌持ってるやつをさ集団で攻撃。だが俺は一人で十分、つまり五行、それか四強、それか七部会。俺に立ち向かうやつなどはもういない。火花バチバチ、見るにカリカリ。俺はガリガリじゃなくスキルムキムキ。